七つ色派等と藤づくしり、里二代目、小野駅久次郎の寿司屋娘を里、歌川国芳が。二代目、小野駅久次郎とは、幕末から明治の初めにかけて活躍した歌舞伎役者。拝名は梅イカ、号は音トワ最初七代目、片岡二座右衛門の門下に入り、片岡一松を名乗って、上方の舞台に立つ。その後大阪で二代目、 中村富十郎の門下となって、中村下流と改名し、宮芝居に若尾山として出た。天保四年、二代目中村三光と改名。翌年には、名古屋に行き押す芝居に出る。天保六年江戸に下り、同年十一月三代目、小野駅菊五郎の門下となり二代目、小野駅菊二郎を襲名。菅原伝授手習い館の親へを演じ評判を取った。 その後22年間江戸に泊まり舞台を務める。安政四年情報に戻り、同年1月大阪閣の芝居に出て、拝命の売花にちなみをのえ売花と名乗るが、同年5月京都北川芝居に出た時なお、菊次郎に戻した。文久元年に再び江戸へ下り、幕末のお山として活躍。明治に入ると、時代の流れについていけず地方巡業が多かった。 去年62、当たり役に、桜相互の女房をおねなど、また音曲を得意とした。その要望について9代目、市川段十郎は、妙なひょっとコメント述べているが、同時に、芸の妙に達成しため、自然と夫人のごとく見え、果ては、その面のおかしきさえも心に止まらぬほどになりたりとも、表している。弟子に2代目、小野江鷹野城がいる。ありがとうございます。